反則補助金の利用の仕方あどんな媒体があるかを大雑把にお知らせしたいと思います以前ですと例えば新聞広告とか新聞織り込みそしてポスティングまあ紙媒体でどう告知するかというのがメインだったわけですねでも看板広告だとか駅にあるポスターだとかはこれも えー、この対象になるわけですね。えー、交通広告も。外ジャンルに、えー、入るわけです。これはまあ、O. O. H. 広告。アウトオブホーム広告と言います。からラジオとかテレビ。意外とラジオは、あの。価格が、低いですから。例えば、ああ、チリュっていうと、フジタイの大あんまっても。僕らは子供の時から、もう何回も何回も。 出てくるわけですから七七七色なんとか青柳ウイロとかねっていうのが出てくるのはやっぱりラジオの効果だったかと思いますが今はかなり違うわけですねそれから従来からのはセミナーを開催するとか講演会をするとかセミナーを開催するときに、えー、交通費だとか宿泊費も対象になるわけですねそれから展示会への出展 例えばメッセ名古屋だとかねいろんなものがあるわけですけどここまでが従来型の使い方だったと思いますでも今私たちが一番力を入れているのはソーシャルメディアテレビとかラジオのマスメディアではなくてソーシャルメディアこれについては次の4番のところで えー、Facebook だとか Google 広告だとか、まあ、いろんなものがありますのでそちらでお話をしたいと思います。